はい、どうもこんにちは、長月です。今日はね、恒例のブリのドライブブリということでね、やっていこうかなと思います。で、今日の目的地なんですけども、ドライブする、いろんな目的があると思うんですけど、その一つがデートだと思うんですよね。で、最近デートをするってことになって盛り上がってる参加者がいるじゃないですか。そう、柳川くんです。柳川くんが一般から公募した女性とデートをすると、二人きりでねデートをするっていうことで、どうやら海と山に行くっていう超ハードスケジュールをするらしいです。で、僕は今回その柳川くんが成功することを願って、柳川くんの成功に少しでも協力できるように、まあ僕のね家の近くというか、あの近場の海と山に実際にちょっとドライブで行ってみて、デートの参考にね、どういうとこ行けばいいかみたいなね、参考になればなと思います。柳川くんのねデートの助けになればなっていう、そんな感じです。はい、で、今日の目的地海と山ね、まず海、あの湘南の海に行こうかなと思います。まあ神奈川県、私今神奈川県にいるんですけど、やっぱ神奈川県にで海といえばやっぱ湘南じゃないかなと、ね、いろいろなロマンがあふれる、まあ、やっぱり一番メインの時期は夏かなっていう感じなんですけど、まあ、この時期でもね、景色は綺麗でしょうし、風はちょっと冷たいかな。いや、なんか暖かい時間帯に行った方がいいと思います。まあ、山も暖かい時間に行った方がいいと思うけど、やっぱね海風冷えるんでね、相手のことも気遣って、僕はそう思います。で、今ここが藤沢のあたりなのかな。ちょっとまだ湘南の海の方まで出るのに時間がかかるんですけど、あとどれぐらいでしょうね、10分ぐらいかな、10分ぐらいしたら出れるかなということで、10分後の長月さんにここから先はお任せしたいと思います。10分後の長月さん。はい、どうも、10分後の長月です。もうすぐ海に着きます。今目の前ちょうど江ノ島駅入り口っていう駅が出てきたんで、だいぶ近づいてるのが分かるかなと思います。ということで見えてきましたね、海。いいじゃないですか。どうですか柳川さん、ここいいと思いますよ、すごく。今日はメインドライブというか車があるんで、江ノ島の方まで行かないですけど、いいじゃん、めっちゃいいじゃないですか。すげー、なんかどうなんだろう、比較的早い時間に山に行って、その後に海に行って、夕日でも眺めながら、ちょうど今ぐらいの時間か、もうちょっと遅いぐらいの時間行って、決めのセリフを言うのがいいんじゃないですかね。なんかそれっぽくない、なんか今日の工程とは真逆になるのかな。僕この後海から山に行くんで、ずっとねこのままあの海に沿って西の方に向かってって、で今12月の頭なんで、紅葉がまだギリあるんじゃないかなと思って、ちょっと紅葉のあるあたりに行ってみようかなと思ってます。片瀬の島の片瀬って何だ、そう、こういうの先に調べて雑学としてらしいんだよねみたいな、こう嫌味のない感じない範囲でこう話を振ったら話題になるし、わお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 わ、話題になるし、いいんじゃない、知らんけど。ああ、いいね、砂浜だね。この車オープンカーだから、ちょっとあれあげたいな、上。でも寒いかな、この時期は。いいね。いいじゃん、いいじゃん。昔この辺で花火した記憶あんな。今なんかドライブだし、結構もう今夕方なのよ。15時半ぐらいで、日が落ちちゃうから、このままだと。ちょっと急ぎ目でそのまま素通りしてるけど、なんかね次ゆっくり行きたいね。なんか海辺を、まあ、僕ブリなんで、海辺を歩くとかね、海のなんかこう遊びをするっていうのも一つありなのかなって思ってます。まあ、交互期待ですね。ちょっと開けてみるか、上寒いかな。あ、ちなみに、じゃあそのちょうどいい機会だし、この車について簡単に言及しとこう。この車、安心してください。レンタカーです。決して長月が調子に乗った車に乗ってるわけではない。調子に乗った車には乗ってるんだけど、調子に乗った車を持ってるわけではないです。今日ちょっと車を借りて、こういうドライブをしようかなと思って。一応借りてるのがね、マツダロードスター、ND っていう、一番最新の現行のモデルで、現行のモデルなんだけど、その中でも、今はもう設定のなくなっちゃった 990S っていうグレードですね。に今乗ってます。ロードスターって車はオープンカーなんで、上が開けられるんですよ。で、
まあ、これ開けるとやっぱこう結構開放感があってね、いい感じなんで、ちょっと開けるか、せっかくなら少しの間ちょっと開けましょうか。よいしょ、つるつる、つった、いたたたた、うわぁ、腹いった、怖っ。まあいいや、ちょっとこんな感じで行ってみましょうか。うひゃー、涼しい。うわお、失敗した。安心してください、めっちゃ落としてるけどそんなに速度は速くなってないです。オープンカーの良さはこの開放感だよな。なんかかっこいいから乗ってんじゃねえかとか普通に思ってたのよ。なんかそういうのが好きだからって、イメージだけでみんな憧れて乗ってるのかなって勝手に思ってたわけ。失礼な話だけど、実際にオープンカーにさ、こうやってちょっと借りて乗ってみるとさ、いやなんかこう五感で感じる良さってあるよね。外の空気も匂いでわかるし、肌でも気温とかダイレクトに伝わってくるし、いいよな。どうですか柳川さん、最初は多分くんさんとかね、ベノムさんがいるそういう、まあ、4人以上乗れる車でベノムさんの運転で行くことになると思うけど、柳川くん車もし免許持ってるんだったら、なんかこういう2回目のさ、うまくいったら2回目があるわけじゃないですか。どうですかこういう感じで、今僕の横に乗ってるのは僕の荷物だけなんだけどね。でも左側はね、海見えてるんだよ。ごめん、ちょっとカメラがさ、まだ正面とさ上しか見えてないからちょっと見せらんないな。オープンカーの怖い、唯一怖い、なんかいくつかあるあの怖い点は、例えば上に鳥が飛んだ時に糞が落ちてきそうっていう、そういう恐怖心かな。ちょっと冷えてきたんで戻します。戻せねえかな、これ戻せないな、ちょっと次の信号にしよう。あれ、これじゃない、これじゃねえじゃん、しくじった。まあいいや、行ってみるか。もう一個、もう 100m 向こうだった。とはいえですよ、こういうね道を間違えた時はね、慌てるんじゃなくてね、なんか新しい出会いの始まりなんじゃないかと思って、ちょっとワクワクしてみる方がいいと思うんですよ僕は。あの道間違えたら慌ててこうね、戻ろう、取り戻そうとしてね、方向転換とかね、なんか車線変更とかしようとするケースあるじゃないですか。あれね、僕はやっぱ危ないと思うわけ、さすがに。なんか今回道間違えたけど、これを間違えたことでなんか新しいものに出会えるんじゃないかなって、これはいけないな、そう思いながらこう車を進めるとですね、新しい発見があって良いのではないかと。しかしまずいぞ、戻れないぞ。ちなみに今回の出会いは何もなさそうですね。まあまあ、海はちょっと最初だけだけど、もうちょっと向こうのに、さらに西側の方まで行けばもっと綺麗なところあるんじゃないかな。とりあえず今回はもう僕はここら辺で切り上げて、今度ちょっと山の方に行こうかなと。もう結構日も落ちてきて、あの正面に見える山もう結構薄暗くなりかけてるんで、ちょっとね切り替えて早めに山の方に行こうかなと思います。到着時刻今4時48分になってるけど、日の入りがだってそれぐらいか、それよりもうちょっと早いもんね。まあ、道中の紅葉が見れれば OK かな。ここさっき間違えたとこですね、こっちかな。この車の返却が8時で、まあ、8時に海老名なんだけど、まあ返却までには間違いなく戻れるかな。わあ、向こう側の雲の隙間が出てくるのすげえ綺麗だな、光。雲なきゃもうちょっと明るかったのかな、やっぱ山側。ここ左か。高速乗ると R50 なんて、なんのそのよ、この車は。トゥトゥー、トゥトゥー。これみんな左側行く理由なんだろう。
っついていくか、なんか理由あるかも。なんかこうみんなが連なってる時ってさ、なんか理由あるかなと思ってさ、ついてきたくなるよねまあ往々にしてそれ正しいし、なんかやけに左側だけ並んでるな、右側流れてるけどどうしようって時に、あの自分の行きたい方向もその左側だったみたいなところこと結構あると思うんで、あの、まあ、あるあるだよね。まあどうせちょっとしたらあの左方向に曲がるらしいし、ついていきますか。これ皆さん、これ何か分かります？これなんていうか知ってます皆さん。失敗した。なんていうか知ってます、これ。ブリッピングって言うそうですよ。上手くなりたいね、売りだけに。やっぱ重心の低い車、安定感半端ないな。わ、めっちゃモクモクしてるコメントが小学生なんだよな今時の小学生でもそれだったら、下手したらこんなのに喜ばないよな。いやでもロマンはあるでしょ、モクモク。わからない、わかるよね。めっちゃ速い車、後ろから来た。怖い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 。ベンツが爆速できたよ、怖すぎいや法的には良くないけど、全くもって良くないし、あの推奨もしないけれど、いいとは思いますよ。ただ普通に怖え。来ましたね、山。ちょっと画面左半分の雲が不穏ですけど、これか。今ちょっとヒール&トゥーの真似を落としてみた。あのかかとでブレーキ踏みながら、つま先でアクセル煽ってギアを落とすっていう、これクソ難かね。あのプロみたいな素早さでできるの未来が見えないわ。よっぽど練習しないとな。しまった、強かった。 OK。 神奈川県もこっちの方に来ると雰囲気が全然違うね。まあなんか趣深くなるというか身も蓋もない言い方すれば、あの田舎っぽくなるよねまあでも実際そうっちゃそうだもんな。専修大学って書いてある。こんなとこにあるのか、専修大学。もちろんなんかメインはさ、神保町とかあっちの方なの知ってるんだけどさ、なんかこうちょいちょい地方にありがちだよね。東高とかもさ、ちょっと外れた、あの東京工業大学ね、ちょっと外れたところにあったりするじゃん、一部。でも道は超綺麗。まあまだまだこれからですけども、なんか結構道が山っぽくというか、走って楽しい感じになってきましたね。まずい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 。こういう時さっとさギア入れ替えられないのがダメなとこだよな。白状しますとね、私これ免許取ってからマニュアルの車乗るのまだ3日目なんですよ。なんで運転が粗雑なのはちょっと許してください。経験不足です、完全に。さて、今一瞬看板に映ったかな。今日の目的は宮ヶ瀬ダムっていうダムのところ行きます。まあその道中とか含めて、紅葉がまあ割と綺麗って言われてて、メインは11月の頭からまあ待つと、まあ、11月いっぱいがメインらしいんですけど、まあ、ちょっと行ってみようかなと思って。まだ12月の頭ほんと一日なんで、比較的残ってるんじゃないかなと思って、ちょっと今日計画してます。お、コンビニあるじゃん、ちょっとコンビニ寄りましょう。OK、 とりあえず一旦コンビニで休憩です。よいしょ、せっかくなんでざっくりと外装だけ見ましょうか。今日乗ってる車はこんな感じです。2人乗りの車ですね。今回は真っ黒で、全部ボディもホイールも黒目の車だったみたいですね。裏から見るとこういう感じ、いいですね。まあ、ちょっと荷物のね管理が難しいっていうのがこの車の欠点かな、個人的な。一応上も開けられまして、ちょっと開けてみようか。ここをこんな感じにすると開くらしいです。で空が見えると。開けてるときはこんな感じかな、いいじゃないですか、いいと思います。とまあ、あ、紹介はこんなもんにして続きいきますか。だいぶ暗くなってきちゃった。行きましょう。到着5時8分だ。上いいね、暗くなっちゃったからちょっとあれだけど、色づいてるね。寒っ、ちょっと冗談的に寒いかも。なんかねこの時間になってくると怖いのは動物らしくて、なんかまあここら辺に出るかわかんないんだけど、箱根の方とか結構動物いるらしいんですよ。で
車でぶつかっちゃうとね、車がもう負けちゃうらしくて、それだけはねちょっと気をつけましょうっていう感じですね。まあ、もちろん対向車とかね、人とかね、歩いてる人や自転車もいると思うし、その辺ももちろん注意なんだけど、プラスでね動物が怖いらしいです。分かったかやな。ワインディングロードって感じだね。なんか紅葉っていうより普通にドライブを楽しんでるんだけど、運転を言うほど色づいてるように見えないんだよね。てか暗くなっちゃったから暗くなっちゃったから何も見えんのよな。あーでも欲目凝らすと色づいてるね。完全に時間間違えたねこれね。まあいいわ、ヤナクにはぜひ時間の配分も気をつけてもらって。いいね橋。あー右側すげえ綺麗。うわ右側いい感じに凍るなのにカメラは右を向いていない。なんてこった。カーブい注意ですね。了解です。左側に水流れてるね。川かいいね。うわーいいな。左側めっちゃいいな。カメラ映ってるかな、スマホの方映ってるかな。これが宮ヶ瀬ダムとかっちゅうやつですか。ちょっと適当なところをあれにしちゃったから、ちょうどいいところで止まって、おすげえ、ちょっと入れてみるか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。止めるか。とりあえず何が何だかよくわからないままに駐車してしまったけれど、なんかめっちゃめっちゃ綺麗なイルミネーションなかったっすか。いや僕下調べなしなんですよ。今なんか行ってみたらあれみたいな。ちょっと見に行ってみようか。行ってみましょう。すげえ、なんか美味しいもの売ってそう。いや一人で来るもんじゃないなこれ。なんかうまそうなの売ってる。あとでちょっと見に行こうか。これいつまでやってんだろう。いやなんかこれチャンスじゃない。なんか暗くなっちゃったねとかって言って、ちょっとそういう段取りの悪さ、残念だなしてたけどみたいな、そういうのをなんかこう感じさせて、ちょっと残念な雰囲気まとわせておきながら、突然のこの景色みたいな、ごめん本当はこれにしたくてみたいな、こういう、あいいじゃん、その当初目的だった紅葉もほらこういうところで見れてさ。えこれあれじゃん、これあれだよ、これやなこれあれだぞお前、この空間お前通ってみろお前、爆死するぞ多分、なんかもう多分耐えきれない何かが出てくる。これもう向こうからさ、その相手の人が来たらさ、もう完璧じゃん。やな勝ったぞやな、これ向こうから呼ぶんで、やなくんって向こうから呼んでくるんだよ。なんていうんじゃないですか、こういうの。で、出よう。でもここで二人で流れるでしょ、めっちゃおもろい。あ、すげえ、うわぁすげえ。これクリスマスだよね。12月中に企画が進んだのはこれんじゃない。広いんだなぁと、さすがに全部歩くのはきついな。入り口のところまで行ってみてみるか。あっちの方にはちょっと見えにくいけど噴水とかあるんだよね。いやびっくり。あこれもしかして入るの有料、一応有料か。今日はちょっとじゃあやめときましょうか。いやいいね、ここにベロムおじさんの運転で来てもらって、ヤナ君とその相手の方2人で歩いて、ちょっと遅れてベロムおじさんとクンさんがね、あのおじさん二人で一緒に歩いていくっていう、いいじゃん、全員ハッピーだよこれ。うわちゃんと釣り橋、いいじゃん、言うじゃん釣り橋効果って、いけんじゃないこれやな、いけるぞお前。これ明るい時来てもいいんだろうなこれな。一応湖はこんな感じ。あすごい iPhone の力で綺麗に見えてる。実際はこんなに明るくないです。
ちょっと遅めがいいかもね、来るとしたらね、寒いけど、あの寒ささえ問題なければ、ちっちゃい子とか多分もうちょっと遅くなったらいなくなるから、そのタイミングで結構静かなね、水がうるせえわ、いい感じに小さい子はいなくなって静かになった感じで、大人な雰囲気が出たタイミングで行くといいかもしんないね。いやー、これちょっと穴止まんなくなるんじゃないか、お前。止まんないぞ、お前、これ、ほとばしりの何かが。やなのやながほとばしるぞこれお前どうするよこれ。いや素晴らしいね。いやいいことしたな。僕はもううまくいってね、ウキウキしてるやなとね、ちょっと悔しがるリケモさんのね顔がね浮かぶ。いいことした僕は。リケモさんには悪いけど、宮ヶ瀬ダムのところこんな風になってんだな。戻ろっか。いいんじゃない、あそこにご飯食べる場所もあったからさ、なんかそこでちょっとこう一緒に食べたりさ、なんかさりげなくこう箸とかお手拭きとかなんかあれいいんじゃない、あのウェットティッシュとか持ってってさ、拭くものあるよとかって言って気遣える男を演出するみたいなこれは発想だからダメか。いやしかもこれ今回かかってる費用そんな高くないからね。駐車場の1000円でしょ。でも多分福君さん出してくれるから、そこの釣り橋代ぐらい、いよいよ僕が払うよっつって、いいここで稼いでるからねとか違うんだからね。もうそこはスッとクールに、男は黙って出すもんよ参考なんで、参考なんでなかなと思います。あとあれだね、ここはもう柳くんの判断に任せるけど、この動画を見ながらどこで告白するか考えた方がいいかもね。あの最初は海のところとかいいんじゃないって言ったけど、ここもありだろうし、まあ、ここがやってる時期だったらねいけるんじゃないかな。これあれだね、ちょっとここだけ注意だな。あの柳くん息切れ起こして一瞬で冷めるぞこれ。いいじゃん、ああいうのとかやりたいんじゃない。 いいね、エレベーターとかあるよ。大丈夫、疲れたでしょ。こっちにエレベーターあるらしいから、こっちから行けばいいと思うよっつって、相手を気遣うふりして、まあ、自身の息切れを防ぐっていう方法もあると思うんで、いいアイデアじゃないですか。あのもうこれ軍師長月って呼んでほしいわ。私なんか食ってっか、もつ煮込みとか行くかな。いいね、行ってみよう。よし、いただきますか。うまいな、だいぶうまいな。ふぅ、うまかった。結構な量入ってたな。450円とは思えぬ腹の満たされ具合、だいぶ腹いっぱいになったな。すいません、ネギマを1本お願いします。はい、お待ちどうさまです。はい、200円でありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。よし、タレネギマ、いただきます。うん、うまい。じゃあ戻りますかね。大発見でしたね。さて、とんでもない収穫でしたね。でまさかなんかフラッと立ち寄った宮ヶ瀬ダムの公園みたいなところがこんなおしゃれなデッドスポットになってるとは思いもよりませんでした。今回はねこんな感じで柳区のためにね、あのデッドスポットの下見ということで神奈川県の海と山両方回ってみました。いかがですかね、参考になりましたでしょうか。特にこのダムのところ、このイルミネーション活用できたら強いよね、柳区のね、未来のために役に立てばと思います。それでは今日はこのところで帰っていこうかなと思います。それではまた見てください。じゃあねー。